さて今週は歯と口の健康習慣です。マスクを外す機会が増え、口元が気になるという方も増えているようです。そこで今日は正しい歯の磨き方についてお伝えします。この数字の2というものがポイントなんだそうです。せーの、1、2、3、4、5。大分市では先日、歯と口の健康習慣に合わせたイベントが行われ、家族連れなどが歯の相談や歯磨きの指導を受けていました。毎日歯磨きする。コロナ明けてからやっぱり行く機会も増えましたし、でやっぱり子供はこう歯が生えな変わる時期なんで。こちらは大分市の歯科医院。マスクの着用が個人判断になって以降、新しい患者が増えているといいます。最近では本当に1日2、3人程度の新しい患者さんがいらっしゃいます。かなり の増え方だと思ってます。マスクを外すってことで、皆さんお口のに対する意識は高くなってる気がします。ここで歯を健康に保つための歯磨きのポイントを教えてもらいました。歯磨きのポイントのキーワードは2です。歯ブラシを1日2回1回2分で、歯磨き粉を2センチぐらい使っていただいて、歯磨きをした後は2時間飲食しないというのがポイントになります。1日に長時間歯磨きをしすぎると歯茎が下がったり、高齢者の場合は歯を削ってしまう危険性があるといいます。また一箇所に留めていただいて、細かくこうストロークしていただくと、歯と歯茎の境にしっかり当てるように少し角度をつけていただいて、45度ぐらいですね、向けていただくと、歯と歯の間だったり歯茎と歯の境目ですね、そこもしっかり磨けると思います。歯ブラシを大きく動かし、歯の表面だけを磨いて、磨いた気になっている人が多いということで気をつけましょう。歯ブラシや歯磨き粉選びも重要です。例えばこの歯ブラシなんですけども、全体的に大きいんですが、先端がですね、こう細くなってたりとか、そうすると奥に届きやすい、それぞれに合わせた歯ブラシを選択することが重要だと思います。大人の歯磨き粉については、虫歯予防効果があるとされるフッ素の濃度が高いものがおすすめだということです。ただ子どもについては年齢に応じた濃度や使用量の判断が必要だということです。またうがいにもポイントが。フッ素を口の中にとどめるため、うがいは1回で済ますなど極力少ない方がいいといいます。せっかく2センチ使ったとしても、うがいをすぐしてしまったり、多くうがいをしてしまうと、そのフッ素を洗い流してしまいますので、自分の歯を長く健康に保つためにも、正しく歯を磨いたり、定期的に歯科検診を受けるなど、日頃から気にかけることが大切です。